こんにちは、矢田社長です。今日紹介するおもちゃはこちら。レゴ忍者号、貝の刀単価、70675、ピース数450です。組み立て動画を期待してた方は申し訳ございません。こちら実はだいぶ前に買ってまして、もう組み立ててあるので、まあ、今回組み立て動画なしでレビューさせていただきますね。ミニフィグは5体ついてかなり多めかなと思いますね。ただあのピース単価はやっぱちょっと高いですね。450ピースでだいたいアマゾンだとまあ6000円ぐらいですね。2019年の11月13日時点ではまあ 15% オフのクーポンが出てるので、まあそれよりかは若干安く買えるんですけど、まあそれでもちょっとピース単価高めなのかなっていうイメージですね。はい、ではちょっとミニフィグから説明させていただきます。まず忍者号から説明させていただきます。はい、ニャー SF とカイですね。でカイに関してはまあ普通って感じなんですけど、ニャーがやっぱりちょっと SF でかっこいいですよね。でこのマスクなんですけど、はい、にこやかな表情をしてますね。では続いて後ろ見ていきましょう。はい、後ろから見るとまあこんな感じですね。まあ後ろ姿は普通かなと思います。やっぱりこうニャーがかっこいいですね。はい、前に戻ってきました。はい、兄弟ですね。まあニャーがすごくいいかなと思いますね。では次、続いて敵を見ていきましょう。はい、では次敵ですね。左からチャー、パイロスレイヤー、パイロホイッパーですね。こちらのミニフィグなんですけど、まあよくレビューしていますけど、このチャーに関してはプチ重要キャラって感じですね。まあ毎シーズンのプチ重要キャラなんで、まあ新シーズン氷のショーにはまあ出てくるのでしょうか。ちょっとまだ出てきてませんね。でこちらよくある雑魚キャラですね。一応ミニフィグがちょっと多めになってますね。でチャーに関しては武器を取ると模様が入ってますね。では次、車の方見ていきましょう。はい、刀タンカーですね。このバギーなんですけど、バギーとしては過去1、2年の忍者号の商品ではまあかなり大きい方の部類じゃないですかね。多分一番大きいんじゃないかな。サイズを測ってみると、はい、前幅 13.5cm、 横幅 22cm、 高さなんですけど、一応旗折りたためるので折りたたんだ状態で、はい、 9.5cm ぐらいかなって感じですね。では詳しく前から見ていきます。はい、前にやってきました。シュルケンスライサーですね。刀バンパーが 1,2,3,4 本と、まあ、スプリングシューターが2機内蔵されてますね。まあ、デザインもすごく良くて、まあ、いいかなと思いますね。はい、横向けてみると、はい、ゴールドの刀があって、何やら突っ張ってるものがありますね。まあ、かっこいいと思います。で、ちょっと前にありますと、はい、まあ、エンジン部分ですね。エメットのレスキューロケット風の、なんかエンジンかマフラーがついてますね。すごくかっこいいと思います。後ろ行くと、はい、炎がありますね。まあ、こういう炎のエフェクトは、まあ、忍者号では結構珍しいですね。あんまりないんでね。はい、で、そのまま真後ろ行くと、はい、こんな感じですね。で、こちらの荷台なんですけど、上から後で詳しく見ていきますね。で、後ろのタイヤの構造がこういう感じですね。まあ、バウンドはしませんね。固定式って感じですね。はい。で、そのまま横に戻ると、まあ、さっきと同じって感じですね。じゃあ、詳しく上から見ていきましょう。上から見ると、まあ、ボンネットがありますね。まあ、こちらすべてシールって感じで、まあ、ゴールドの武器があります。で、このボンネットなんですけど、この中にスプリングシューターがありますので、まあ、開かない仕様にはなってますね。まあ、押すと、スプリングシューターが発射します。後で見ていきます。で、はい。コックピット、すごい珍しいですね。今回のこのコックピットは、乗り物の中に内蔵されてるって感じですね。乗り物の中にくり抜かれてあるっていうイメージですね。今までみたいにこう外にあるっていう感じではないので、ちょっと潜水艦風のコックピットになってて、まあすごくかっこいいかなと思います。で拡大していくと、はい、コックピットを拡大しました。でハンドルがあって両サイドに模様がありますね。でこの模様なんですけど、おそらく機械系の模様で、プリントかシールかちょっとわからないですね。申し訳ございません。まあ、もしシールだったら相当クオリティ高いですよね。で別の角度から見ていくと、はい、こんな感じになってますね。背もたれもついててすごくいいかなと思います。実際にミニフィグを乗せてみると、はい、こんな感じですね。綺麗に、はい、閉まってくれます。まあ、めちゃめちゃかっこいいかなと思いますね。はい、目線の高さ合わせるとこんな感じですね。しっかり顔も見えていますね。まあ、潜水艦風でめちゃめちゃかっこいいかなと思いますね、このコックピットが。で、その後ろ行くと、まあ、シールがあって、まあ、忍者号定番の旗。まあ、旗がありますね。で、あと、このタンカーですね。はい。まあ、見てわかる通り、若干ちょっと広めなので、ミニフィグを、はい、こんな感じで2体ぐらい乗せれますね。で、後ろに箱らしきものがあって、拡大していきますね。はい、こんな感じですね。で、これ、蓋になってて、はい、こんな感じで開きますね。で、中に刀とかスコップが入ってますね。はい、取り出してみるとこんな感じですね。ですので、ここに忍者号の武器を収納して、はい、蓋ができますね。まあ、すごくいいかなと思います。で、荷台に実際にミニフィグを乗せてみた感じが、
い、こんな感じですね。ミニフグが2体ぐらい余裕ですっぽりと入ってくれますね。まあすごくいいですね。距離近いですけどね。はい。で、続いてまあギミックが2つあるので、まず1つ目のギミックから見ていきましょう。ここ。はい。そしてこのメッシュの部分ですね。まあここを押すと、はい、こんな感じで弾が飛び出てくれますね。で、2本同時に飛び出すこともできますね。こんな感じですね。はい。はい。別の角度から次2本同時に出してみますね。発射。で、こんな感じですね。あと大きなギミックとして、はい、こちらにレバーありますよね。このレバー。これをこうするとシルキンスライサーが回ります。回ってるの分かりますかね。結構ね、曲がりは悪いですね。まあ、おまけ程度っていう感じですね。そんなめちゃめちゃしっかり回らないです。別の角度から。頑張ってもやっぱこれぐらいが限界ですね。仕組みとしては、ここゴムがあるじゃないですか。このゴムで、こう滑らせてる感じですね。ただこのギミック自体がちょっと不完全っぽい感じですね。めっちゃ回るって感じではないですね。まあ、多分時間が経っててゴムが劣化してるっていうのもあるかもしれませんね。はい。で、ここ2年ぐらいの商品の中では多分サイズ感的には一番大きいんですけど、類似製品を一応持ってくると、はい。コールのアースドリラーですね。まあ、パッて見た感じは大きさどうなんでしょうか。まあ、一緒ぐらいですかね。まあ、多分一緒ですね。まあ、ピース数とかはちょっとわからないんですけど、大きさ的にはまあ一緒ぐらい。まあ、ボリューム的にも一緒ぐらいって感じですね。まあ、それにしても本当最近の忍者号の車乗り物って、まあ、どんどん大型化されてますね。まあ、すごくいいかなと思いますね。で、せっかくなんで、まあ、このアースドリラー、ついでにちょっと紹介しておきますね。興味ない方はまあスキップしてください。概要欄に目次を作ってます。はい、すいません。こちらのセット本当はビッグフィグとかミニフィグもいろいろ付属するんですけど、ちょっとね、もう棚から出してくるのが結構厳しいんで、もうすいません、これだけ車だけ紹介させてくださいね。はい、簡単に説明していきます。前から、はい、まあドリルがありますね。めっちゃでかいドリル。はい、まあこうやって回すと回ってくれますね、後ろのレバー。はい、こんな感じで走らせても回転しますね。ただ、床がフローリングなので、絨毯の上とかだと結構回転しますね。はい、フローリングの上だとやっぱり後ろのタイヤがプラスチックなので、ちょっとまあ滑り悪いのかなっていう感じですね。で、横。はい、横から見てもまあやっぱかっこいいですね。すごい完璧なデザインって感じです。もうめちゃめちゃかっこいいです。ここに3年の商品でまあ、トップ3に入るぐらいかっこいいなと思ってる乗り物ですね、僕が。ブラスターが左右にあっても剣がありますね。かっこいいですね。忍者号っぽい。で、後ろ。で、後ろから見るとこんな感じですね。まあ、レバーもただのレバーじゃなくてデザインしっかりされてますね。で、はい、武器をしまうとこですね。コックピットに乗るときにここに武器しまいますね。はい。で、反対側はまあ同じかなって感じで、あとコックピットですね。はい、コックピット。このコックピットも、まあ昔の製品の忍者号にあったんですけど、まあ最近忍者号を知った方とかにはまあ珍しいタイプの、はい、こういう感じのコックピットですね。まあめっちゃ珍しいですね。で、簡単に脱着はできますね。はい、すると、はい、コールが乗ってますね。あ、すいません、このコール、別商品のコールです。はい。で、後ろにも座席があるので、はい、こんな感じで余裕で乗れますね。はい。はい、簡単に蓋も閉まります。まあすごくかっこいいかなと思いますね。はい。で、コックピットちょっと拡大していきましょう。はい、拡大すると、まあ、プリントパーツのメーターがあって、あとシールパーツが両サイドにありますね。で、ミニフィグどけると、まあこんな感じですね。まあコックピットもまあ結構しっかりしてますね。はい、あと付属品として、まあこういうものがありますね。はい、杖ですね。で、この旗なんですけど、まあほとんどの忍者号の商品に、はい、3枚ずつ入ってますね。大地氷炎でしょうか。だから旗を描いて遊ぶこともできるし、兄弟で分け合えることもできるし、まあいいですよね。はい、今回ちょっとまあ組み立て動画がなくて、まあ申し訳ございません。まあざっくりと説明させていただきましたけど、やっぱりまだピース単価がちょっとやっぱ割高って感じですね。で、この商品に関しても、まあ値下がりするかどうかっていうのは本当わからないんで、まあ、もしかしたら安くなるかもしれませんし、値段変わらないかもって感じですね。まあけど乗り物としてはまあすごくよくできてるので、まあすごくおすすめですね。まあここ数年の、まあレゴ商品すべて含めてでも、本当にトップクラスでかっこいいデザインになってますね。まあこちらもかっこいいですね。だからまあ基本的にはおすすめですね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画はロイドのタイタンメカを予定してます。こちらもちょっと組み立て動画がありませんが、できたらよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。バイバイ、またね。